白白を見て二人が抜けてる。このピコちゃん可愛いです。子供たちも夢中です。さて、青でいいか。ですね、イントロみたいな波がもうなくなってしまいましたね。台風がなくなってしまった。イントロの映像はですね、台風25号の最後かな。あれから波がすっかりなくなってしまいましたね、湘南エリアで。今日はね、ちょっとね、せっかくなので、まあ波がないし、今までずっとやりたかったことをちょっと一個形にしようかなと思っています。そしてこれこれ、今日はね、1万円ぐらいでホームシアターを作ります。イエス、これこれ、ドーン。すごいちっちゃい。確かですね、2400ルーメンだったと思う。そんなスーパーウルトラ明るいわけではないんだけど、多分そのぐらいで十分かと。同封されていたのは HDMI ケーブルだね。うん、これがポイントになるんだよ。ここに三脚をさせる穴があるというのがポイント、これね。そしてもう一個ポイントは、じゃじゃん、ホームシアターを実現するためのツール、クロームキャスト。前ハワイにいた時に買ったやつなので、これ初期のやつなんだけど、今はねクロームキャストの2が出てるのかな、2が出てると思う。これはですね、テレビの HDMI のところに挿しておいて、USB で電源を取るという感じですね。こうなってるね。テレビ側に挿しておくと、パソコンで再生したものをテレビ側で映し出すことができるというものです。確か調べた感じでは Chrome 2が3699円で、なんかそれのまがいもの的なやつ、ちょっと本当にワークするのか分かんないけど、が2000円ぐらいで買えるみたいですね。でね、これをどうするかというと、ガツンと挿して USB の電源を取る、これだけです。これで、これを元に三脚の上にこう立てて、パソコンの中の映像、 YouTube 映像をプロジェクトできるんじゃないかというのが狙いなんです。すごくない？できたら面白いでしょ。6795円プラス3699円とかなので、1万ちょっと、うまくいけばホームシアターが実現する。さらに見てこれ、ムーディーな LED プロジェクターの周りに取り付けて、ちょっと映画風な環境を作ると。862円。ここに両面テープがついていて貼れる形になってます。で、長すぎるんだったら切っていいんだって。そんな感じでホームシアター、夜になったらやってみよう。
夜になりました。やりましょう。この壁を使います。プロジェクターで映すために白にしてたんですね。なのでこれを使ってやりましょう。今回は三脚を使います。プロジェクターのここに OK、 ほらここ入ります。今回のポイントね、クロームキャスト HDMI に入れ USB で電源を取る、これだけ。もう一個 USB があるから、そしてオン、ついたー。ホームシアターか、これ。そしてパソコンで見たいものを全部ここに映し出せるわけです。だから YouTube の映像とかもそうだし、 Amazon プライムのビデオもここで再生できる。あ、いくよ。はい、ここね、キャスティングきたー。どうですか、どうですか、どうですか。いいんじゃない。音もこれも音は全部プロジェクターから撮ってるだけ。結構いいよね、悪くない。どのぐらい大きいか見てください。ほらこんな感じ。いいね、迫力あるね。ということで、ということでホームシアター完成です。イエーイ。いいんじゃない、いいんじゃない。全部でたった1万円ちょっとぐらい、ただ手軽なホームシアターとしてとてもいいんじゃないでしょうか。リンク下に貼っときます。 OK、 じゃあこれからジェイミー・オブライン見ます。じゃあね、バイバイ。マハロフロントビューティーシゲズベルパグナー、じゃあね。